はいどうも、えー、妖怪ウォッチプニプニ今回もやっていきます、えー、と今はね一応ガシャ的には明日もしかしたら三国志ガシャ後編が来るかもしれないんですけど1日だけのやつねあの ZZ、ー、以上がかなり確率高いやつただまあ一応これスタンプにもないんですけどまあ一応ねミッションでもうだいぶ前なんですけど10周年コイン今回結局あんまりくれなかったんですけどなんだっけ挑戦者じゃねえや超いいね じゃねえや超いいねでもったのかな。連勝チャレンジでね。一応10周年コインと会長もらえたんで。まあ、コインとか回していきましょうか。で、一応 G の方も、えー、っと、前のイベントでゲットしたのが結構あるんで、それも回していきましょう。お宝はね、5個目が落ちないね。まあ、ちょっと集会も私飽きてきて足りてないっていのもあるんだけど、あと5000ワイポイント配布もあったんで、 増えるかなあれないか。あと以前のやつか。あ、これで9000で増えたね。5000Y イぽいタイプ。あ、10周年公演、ログインボーナスでもね、あったんで、それと G と合わせて何枚か引いていきましょう。前のイベントのやつがまだ使えなくて残ってたみたいな、そんな感じはい。 何枚か3赤あるんでおはじきで91011とか前回のイベントでもらえたやつかそうそうそう4320枚ぐらい回せんじゃないかなどうなんでしょう <laughs> はい行きましょう一応ガシャはね次に多分妖怪三国志がもしかしたら来るでであとはねえっ、ー、となんだっけ ZZZ アップが来てで ZZ アップ回すより前回ね これまた今度も言うけど前回ラストチャンスで3赤50連3回やったんだよねだから150連3赤で50連3回あのスタンプ付きのやつだからさやったらあのなんだっけ ZZZ が131312体来たかな15分の12来たんでまあ1回ね2次カップ2個来た時もあったし金から出た時もあったからあれなんだけど でも12体のうち11体がぬらりだったけどね <laughs>。これか。あ、10周年か。7周年じゃねえや。これだ。これね。シリーズコインは SSSE がマックスで。で、G はちゃんと。あれでも、ま、でも Z コインみたいな感じなんだっけそう、だから絶対ラストチャンスにした方がいいと思うな。今回、前回もさ、不具合があって、あんめちゃめちゃ。 ラストチャンス良かったんで今回も多分ラストチャンスいいと思うんだよね15分の12だからね絶対ラストチャンスにした方がいいよっていう感じかな妖怪三国志のガシャはねあんなに確率良かったのに ZZ1 体しか来なかったけどね危ねあ危ね今回コインです行きましょう20枚くらい回せんじゃないかな43あっ10連コインじゃないんだこれ何 てっきりもっと10連コインだと思ってた10周年コインなだけか10連コインとは書いてないもんなみんなどんな感じだったんだろうなこれ大体こっちが S コインでで G コインの方が Z コインみたいな感じ10周年イベントなのに全然このコインもっと配ってもいいと思うけどなどうせどうせ大したことないんだあ SS 来た SSR 来るんかなさあこっちはラストかな多分ねサブアカも3枚はないかもしれないけど2枚はあると思うんだよなそう前回ねサブアカの方がねおはじき先にクリアしちゃったから多分どっかで回しちゃってると思うんだよねでメインアカウントだけ特攻が出なかったから <laughs> そうひどいでしょぬらりしか特攻出なかったんだよねいいね 前回特攻だけなんだよおお、リンネだ。なんか前もリンネだったな。リンネ率高いぞ。リンネ以外。いいね。気分はいいぞ。あ初ハズゲットなんだ。やったこれはね、ありがたい。これは後で説明します。もしかしたら、G。 G の秘書とかゲットしてるかもさあラストあ,ありがたいねプニカミ初ゲットなんだでもやっぱり Z コインだなおおこれは始まりの妖怪だねおはじけが難しくなった時の妖怪だったっけただ一応ねさっきも言ったけど天生レジェンドとかね あとはプニプニカチカチ妖怪はそう8体目ゲットになったのかな何だろうこうねステータス上がるんでもしかしたら攻撃アップしてるかもしれないねまだあと2体ゲットしないんだな多分カチカチのこいつだなはいあとは誰だろうこいつかないるねこいついるねこいつかなあ なんだりようだきっと、ね、なるほどねはいじゃあすいません2番目のアカウントいきましょう結構いいねはいえー、とこれ2番目のアカウントでこれウィスパーだなまあちょっとねサーカ使った攻略は正直あんま横取りとかのイベントについてはねまあただあんまやってないんだけどまあただねこのヤンんぼぐらいはねあのゲットして終わらせたいなって思ってるからね うん、15回優勝くらいは頑張りたいな。これ Y ポイントもも,あもらってなかったね。はい。なんで、5000Y ポイントありがたいな。10周年コインで。このアカウントは前回、おはじき速攻でクリアしちゃったから、ちょっと、あ、でもあ,あったね。シリーズ10周年コイン。前回のね、やつでもらうの忘れてた。G とかスキルとかね。はい。 クロス、M、そうでもってないんだなキュービまつりとかまあでもこういうのを持っておくとね後々役に立つんでまあいいかなちょっとなんか遅えなでもしね三国志の復刻があるのであれば陽戦とかねこの辺持ってんでああ要もうこの前の復刻で終わっちゃったかなまあとにかく三国志王会とかはい復刻したら 楽しみですねそう。結構持ってないなミカサとかもうやんねえだろうな。これは今度のね、はい、10連記念コイン楽しみにしてますね。この隊長は全赤持ってるかな、確かな。はい、ごめんなさい、行きましょう。これは3、人ですね。さっきは4、3だったかな。そう、このアカウントす,すぐクリアできたからね。すぐじゃないか。このアカウントは。 オロチがいたのかな前回のイベントでオロチ祭りがいたからなオロチ祭り小特攻子だけど前回まあまあ強かったよなまあとにかく次の三国志ガ賀ね私三国志ファンだからやるけどふつ、うん、もうなんかスルーした方がいいと思うな <laughs>、うん、で次の ZZ アップもスルーして本当ラストチャンスにね 備えた方ががいいような気がしますあ、ね、一応前回のね実績からなんだけどね前回だってその後150連して150連つか50連終わった後もう他のアカウントももう何連かしたけどそれでも ZZZ また出たからねぬらりだったけど結局まあなんか今回回そうか出まくんじゃねえかなおおこの支援はいいなあ持ってたかなんか結局 Z いんだよなまあでも持ってないのとにかく惜しいけどそんなのねえか,かででさあもう輪廻もいらねえしなおっカイラだ薄ら影カイラか違うなこれは Z カイラあエンマカイラかはいじゃあ3番目いきましょうはいえー、とこれ3番目のアカウントで30連勝はしたか まあサバかねー。でもラストチャンスであそうかとか出てもね、ほんとサバかってちょっとの差であれに勝てないからさあの、挑戦者。こういうの弱いよね。ウォッチがないからさ、やっぱりギリギリのとこで勝ってないし、反撃するを、あの、あう気もないっていうか <laughs>、めんどくさいって思っちゃうね。このアカウントも3人か。433232で何枚回したんだ ?755。7, 5, 5. 17枚か G は10枚だな違うか G じゃなくて普通のが10枚か G は7枚だったかえー、っとまあねこの10と名の付くコインってあんまりよくないよな <laughs> でも10連記念コイン良かったか,かほとんど意味ないっていうか クリスタル妖怪結局出ねえんだよな出てほしいのに特にクリスタルブシニャンがいっつもないからさ SSS で,でも最近 SSS がなんかあのイ,イベントっていうか何だっけコラボのさ SS キャラが結構 G ついてて強いよねこの前の東京リベンジャーズもそうだけどああいうの強くしとくと SSS ミッションいいよねよさあ誰でしょう 持ってないやつおおドーベル・ベイダー持ってんだドーベル・ベイダーって攻撃力アップだっけ妖怪三国志では割と強いキャラなんだよなさあなんかでも金格の方がいいのかななんかこの G コインもっとこんなもんならもっと配ってもいいと思うんだけどね あワイルドボーイ持ってなかった。はい。ワイルドボーイ ZZ じゃなかったんだ。ブルームーンからか、ZZ なの。えー、という感じでございました。皆さん、どうだったですかね。あのー、最近配りがないのが何なんだって。10周年ってもういいのかいって感じはするけど、まあでも、障害も起きちゃったしな。はい。まあ、今回、Y ポイントもらえたし。ねえ、本当 なんかプニプニのせい、運営のせいなのかっていうのもあるしな、ただプログラム古いのもあるけど。あー、ZZ 出なかったな、防災マン出てほしかったな。結局、Z、コメントではね、ZZ 出ましたっていうのをいただいてんですけど、結構持ってないのあんのにな。出てくんなかったな。なかなか難しいもんですね。はい、すみません。またお会いしましょう。さよなら。クロックレディーが一番いいかな。種族効果アップだからね。明日は、 三国志賀社だったら要戦も終わっちゃったよなお正月要戦の方だよな好天磁石持ってるからやっぱりちょっと好天磁石も狙ってもいいなああなるほど結構ありかもこれもあれかこれは竜かクロス電話欲しいね <laughs> もう終わっちゃったけど。